だから15本ぐらい作っていただいてやばそう、最終的には自立できる。マジで金稼げますよ、安全に。自由な時間で稼げるし、全ての縁を切ってもらってステップアップよね。そういう空きあるってまだ今空きちょっと少ない。待って、どうしよう。釣りしに来たよ。あ、ほらほら、来た来た来た、ほらちょうど。あ、やっぱ仕事終わりの釣りはこどるな、これいいな。桜入るこっち、こちらですよね。扉触れるようします。これやばいか、結構。この子まあいいかも。鍛冶師、鍛冶師、鍛冶師。え、それ鍛冶師にさ、そもそも作ってもらいたいよね、あれ。はい。ちょっと待った、俺が鍛冶師。俺が鍛冶師だ、これ。え、俺が鍛冶師になる。ウルカさん？ダイヤをね、実は貯めてた。あら。貯めてた？ダイヤブロックが7ある。7？ ダイヤブロック 7？ 溜め込んでやがる。えだから、最強ピッケル作っといてくれ。1スタ分ぐらいある。だから、これ全部ピッケルにしとけばもう仕事ないでしょ、これ。シャベルも欲しいか。確かに。鍛冶師ってさ、ピッケル以外なんかある作るの？あ、そっかそっか、ピッケルか。ない。ないよね。いやもうみんなの分のダイヤピッケル作ってきますよ。うわ、溜め込んでたんだ。溜め込んでた。溜まってた。おもろいかなと思って。今おもろい、さすがに。めちゃめちゃ笑える。さすがに。なんでじゃあダイヤ装備で行かなかったの、エンド。てか買えない。なんかもったいないかなって。もったいないと思ったもんね。やばい、作りすぎた。さすがに。オッケー、ダイヤピッケル123456715本ぐらい作っていたダイヤピッケル。やば。15本はあれやね。ちょっと多いか？多いか。困らんわ。もうなんだったら余ったら売ったっていいしね。多分。花火待ち、花火待ち。3、1、2、21本ダイヤツロス作ってみたからさ。最高やん。最高だよ。21本ってことはもう全部やん。それもう困らんよ。もうだから俺も転職するね、これで。オッケー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 。使い切るかな、もう使い切るかな。使い切れないよね。てか防具作った方がよかった。いやでもピッケルいるもんな。ピッケルいやもうこんなん何でもいいですからね。そうそうそう、何本あったっていいですからね。いや俺転職するね、鍛冶師に。オッケー。マジか、来たな。ちなみに漁師頑張ったらエンチャントの本もエンチャントされた釣り竿も釣れるから。そう最終的には自立できる。ちなみにここに来た鍛冶師の篠宮さんは今日ここでいろいろ僕らの漁師の話を聞いて、もう一度しか使えないチケットを使って転職してましたね、漁師に。はい、ちゃんとで見かけました。漁師になった篠宮さんを見かけました。僕は漁師ランキング載ってるわ、はい、確かにお金が稼げるんで、これ本当にマジで金稼げますよ、安全に。しかも自分の自由な時間で稼げるし。なんか言い方怪しいよ、ちょっと。怪しくない、怪しくない。いやこれマジで怪しくなくて、大学のなんか先輩が言いそうなやつやん、それ。今所持金いくら持ってます？1873。ああ、もう正直ちょっと貧乏すぎるか。僕今所持金まあそんなないですけど5万いくらとか。組合入りたいっすか、やっぱ。もうここまで消えちゃうと。いやさすがにちょっとそれはどうなんだろう。そうっすね、これまでの縁は全部切ってもらうことにはなっちゃう。全ての縁を切ってもらう、家族、友達、全ての縁を切ってもらって免許証とかそういうらへんも全部預けてもらわないといけない。やめる時に返しますからね。ファミリーなんで僕ら。でも漁師、もともと漁師でなんか違う職業に就きたくなって転職したって人は何人もいますね。いや違うんですよ、単純にチームに貢献したくてね、ステップアップよね。そういう、これは完全に建築したくなってきたみたいな、拠点作りてえなって人が建築士になったら。そうそう、めちゃめちゃ入りたそうじゃないですか。もうね、秋あるっけまだ。釣り竿はいくらでもあるけどね。そんな入りたそうにされてもちょっと逆にグイグイ来られすぎてて、俺らちょっとどうしよう。まあ実際のところ、漁業漁師組合入らなくてもここは結構入ってない釣り人の人もよくいる。ね、採掘師の方とかが仕事終わった後にここに来て釣りするみたいな趣味で。そう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 、そういうのもね全然ありますから、まあ、場所使うだけならね、うん、釣り師はみんな仲間みたいなもんだから。ああ、鍛冶師の仕事、私釣りしに来たよ。あ、ほらほら、来た来た来た、ほらちょうど、ほら、あ、お疲れお疲れ。お金とかじゃないから。あれ、新人さんですか？はい。すごいこの方グイグイ来てて、今なんか。あ、そうなんですかね。よしこいめちゃめちゃ興味持ってるっぽくて。あ、そうなんだ。どうしよう。まあちょっと今少ないからな、枠。もうちょっとですけどね、確か枠。ね、結構少ないしね。あ、待って、俺桜来た。会員向けの無料スナック取ってくるわ、じゃあ。今こうやって話しながらもう宝釣りさん修繕の釣り竿とか連れてるんで、僕。あ、え、もうそうなんすよ。すごいな。うわ、名札釣れた。名札釣れた、ナイス。でも動物に名前つけれる。でかい。名札でかいか。さっき鍛冶師のトイトイめっちゃ喜んでた、それで。ああ、やっぱ仕事終わりの釣りはこどるな、これいいな。桜なんか桜みたいに見える。いいな。雇ってる。いやいや、そんなことないですよ。自由ですからね。仲間だからね。仲間だからね。ファミリーですから。ファミリーですよ。うわ、サドル2個釣れてる今、まあもうサドルも無限なんだよね。やっぱ漁師すげえな。漁師すげえ、本当に。まあでも本当に真面目な話、お金稼ぎたいんだったら漁師かも今ね。マジで熱い。でもなんかずっとやってるとあれっすよね、なんか。なんすか？え？ネガティブなこと言おうとしますよ。あから始まってない？あから始まってない？もうずっとやってますけどね、うちらは。やっぱ場所っすね。こういう場所で。そう、一人でやってたら多分気狂いますよ、正直。え、うん、え、狂わなくね、別に狂わない人もいます、狂わない人もいます。ダンジョンはまあ一回も行ったことない。まだモッド要素触れてない。モッド、いや全然ね、普通のマイクラでできるってことだ。一応僕らマイクラ勢みたいな雰囲気出してるんですけどじゃあ同じことやってるってことですか？まあそう。そう。でも楽しいってことだもんね。そう、でも楽しいんだもんな。本当に。マイクラずっとやってる人でも釣りはもう楽しいんだ。マイクラやってる人でも。もう出ますがな。いや、なんか女の子いなくない？いやいる。いやいや、まあ。うちにはいます。いや。のせさんはね。だけどね。のせさんいるし。レンさんもいる。レンさんとかもいるしね。さらに結構いるよね。そう、まあまあ結構いる。まあこっからはね。そう。紹介しきれないここでは。じゃあそろそろ帰ります。入る。お家こちらですよね。あ、家の中入る話。ここっすか？家に入る。帰る。家に帰る。あ、そこにある。あとは扉触れるようにします。やばい。そこやばいか、結構。ここやばい。ありがとうございます。逃げられた。対ビートルズの種持ってるか。マジで本当にごめんなさい。ウルカさんって男性ですよね。はい。え？あ、そうですよね。え、何？怖い。ウルカって女性なの？いや違うだろ、お前どう考えても違うだろ。じゃあごめん、コメントがちょっとやらかしてて、そう、コメントでのせさんじゃねえそれ。のせさんと多分間違えてるね。そう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 、多分そうそう。